美味しいご飯、青い海、陽気な人々、ここは楽園。行ってみよう。コーヒー大臣959。国際空港の喫茶店のコーヒー。ここはクスコの空港です。出国審査終わりました。中にはお店が5つ。コーヒー屋さんもあります。ゲートが変わり4になりました。クスコからリマに行きます。リマからマイアミに、マイアミからカンクンに行きます。最初の飛行時間は1時間半。ラタム航空で行きます。ここはエコノミーなので席狭いです。南米はまだまだ見るところがあり、ナスカとかイースター島などまた来たいですね。飛行機遅れてます。飛行機遅れてます。人が誘導してるのは初めて見た。結構満席。クスコは辺鄙な町と思ってましたが、想像よりも大きな町だった。ふわっ。飛行機が遅れたため軽食出ず。
1時間半の飛行でした。リマの空港に到着。現在17時10分で次の飛行機は23時45分。結構時間があります。5、6時間はあるので、ラウンジの出番です。事前にラウンジが使えることは HIS には確認済み。ラウンジに行ったら航空機が含まれていないのでラウンジは使えないらしい。6時間もどうする？とりあえず近くの TGI フライデーズに入店。皆様もリマのラウンジの有無はよく調べていってください。メニューです。ストロベリーレモネード、バケットオブボーン、なんかタコス、5時間ぐらい経つので搭乗口で待つ。搭乗口を撮影していたら撮るなと注意されたのでその動画はなし。これからリマからマドリードの6時間フライト。フライトが長いときはビジネスはいい席。もう夜なので照明真っ暗。ナッツとスプライト、バニラアイスもらった。チョコレートキャラメルのせ。マドリード国際空港に到着。ただいま6時45分。おはようございます。電車に乗ります。次は10時35分登場なので
4時間ぐらいあります。ラウンジラウンジっと、マドリードのラウンジは食材豊富、ビュッフェ台です。朝食はやっぱりフルーツだね。YouTuber なのか動画撮ってる人いた。これがすごい。無人の車椅子がすごい。マドリッドからカンクンに行きます。フライト時間は約2時間。椅子はまあまあいい。これは無料。下のはお金がかかる。ドクターペッパーにした。みんな食べてたからもらってみた。焼きチーズ。カンクン空港に着きました。遠かった。ホテルの人が待ってるので橋まで行ってくれと言われた。1時間ぐらい待たされリムジンへ。綺麗な空。今日のお宿はジラーラ、オールインクルーシブで18歳以上しか泊まれない。オールインクルーシブとは全ての料金が含まれている宿泊プランのことです。綺麗な海。この辺はホテルがいっぱい。着きました。ハイアットジララカン君。
まだチェックイン時間でないので部屋には入れないが、レストランは使っていいとのこと。現在だいたい2時ごろ、お昼ですな。最高じゃねえ。ビュッフェ代です。ラウンド1。ラウンド2。ラウンド3。ムール貝美味しくてたくさんもらった。ルームツアー。結構広い。ジャグジーがついてる。外は青い海。お風呂は？石鹸。天井シャワー。これなんだ。シャワーキャップ。シャワーキャップ。なんとかセット。なんだ。ソープ。ソーイングセット。ボディローション。ボディローション
各レストランの時間表、鉄板焼きは予約制、来週放映。このホテルにした理由、日本語コンシェルジュ、18歳以上、食べ放題、飲み放題。実際のチェックインの時、コンシェルジュは日本語でした。綺麗な海。最高じゃね？コンシェルジュおすすめの メキシコ料理へ行きます。レストラン内装、浴衣のスープ。リブなんちゃら。チーズフォンデュ。ビッグケーキ、結婚式に食べるそうですよ。美味しい。
ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございました。大臣じゃんけん始まるよ。じゃんけん。チョキを出しました。次回もお楽しみに。